こんにちは。日本一の霊能者、塩の山ライオンハートの大工さくららダビデです。いつもありがとうございます。今日は2024年10月8日火曜日です。今日はね、今朝の0時50分に、すごいシュールなね、こう今まで受けたことのない形での啓示を受けたんですね。これね、これからすごい変わっていくっていう始まりだと思うんですけれども、今日はそのことについてお話ししたい、お伝えしたいと思いますけれども、啓示のためにね、伝えさせていただいているんですけれども、啓示に関してはずっとね、私が YouTube 削除されて、もう削除されて結構ね、お前がそういう風だからね、削除されるんだよとかバジル動画いっぱい浴びてきましたけれども、そんな中でもね、結構辛いですよ。作っても作ってもこう削除される。まあね、幸いなことに5チャンネル全部 YouTube の生きてて、1,2,3,4 がまあこういうチャンネルで、5チャンネルが音楽用のチャンネルとしてね、作ってあって、ちょっと来年そろそろそれも動かさなきゃなと思っています。音楽の方どうぞね、一生懸命曲作ってますので応援をよろしくお願いします。それですごいやっぱりね、辛い時にね、私がニコニコ動画で、その後メディアブル、今ユアなんですけれども、そのね、私が辛い時にやっぱユア、今はユアねで応援してくださった皆様、私はちょっとね、恩返し&ね、報いていかなければならないので、啓示に関してはユアの方で伝えさせていただきますので、ご了承ください。でその他は、昨日ね、こうズームのライブで、本当にいつもね、皆様のこう参加してくださる皆様のこう質問ね、私もすんごいこう勉強させていただいていて、本当にありがたいんですけれども、昨日のライブでもね、受けた質問、昨日ね、4つ質問があって、ちょっとね、時間の都合で2つしかできなかったんですけれども、すごいね、私も質問を、お受けして、その答えに私も感動したという感銘くて、ああすごいなーって、またね、日本のね、こう国の奥深さに私もちょっとね、感銘を受けて、そういうね、動画は YouTube ニコニコ動画アップさせていただきますので、ぜひぜひご視聴でいいねとかね、して応援していただけたらと思います。それで啓示に関して、今朝私がすごいね、シュールな啓示受けたので、ちょっと聞いてくださいではここからね、ユアの方でどうぞよろしくお願いします。それでね、どういう啓示を受けたかこれねイラストお告げっていうイラストこれかわいいね、これ使わせていただきます。それでね、昨日ライブがあって、でぜひぜひね、皆さんこれからも盛り上げてください。ああ言えばね、コミュニティのこう絆が大事だと思いますのでね、ぜひぜひ参加して応援をよろしくお願いします。それで、昨日ライブが終わって、それをね、編集してアーカイブにして、で結構ね、このアーカイブ作成すごい時間がかかるので、やっぱユアの方が容量が小さいのでね、なかなかアップできない時もあったりで、でアップできない時はまたね、圧縮してアップしたりとか目に見えないところでそういう苦労があります。で、それも終えて、お布団に入って、0時ちょっと前に寝たのかな。そして、で、うとうとうって寝始めた頃、びっくりしました。びっくりしたんですけれども、私すごいね、深
深く寝ていたんですけれども、あの私のそういう睡眠とか関係無視して関係なく、このねここにね、こう白っぽい数字1、数字の1、1、2、3、4の1っていう字がね、ここにふっとね現れたんですね。で現れるとともに、なんとこの数字の1が白かったと思うな、白っぽく輝いてる数字が私のね眉間にねパカンと割れて、眉間にパッてね数字が飛び込んできて、で何もなかったようにおでこが閉じてっていうことが起きて、まあ数字にしろ言葉にしろ私の体内に入るっていうことは初めての経験で、このあの神様にね日本一の霊能者と公言しろと言われて、この日本一のこの1位の数字が私のね眉間にパッと飛び込んで、すごい衝撃で、あの夜遅かったから結構深く寝てたと思うんですけど、もうバーンと私も飛び起きて、もうパッチリ目が開くぐらい体にねこういうものが入るっていうのはすごいやっぱ衝撃受けたので、パッと目が開いて、で時計を見たら0時50分だったんですね。でもう12月8日、あ今日お誕生日の世界中の皆様ね、お誕生日おめでとうございます。生まれてよかったなっていうね、人生が送れますよ、またね健やかで幸き一年となりますよ、お祈り申し上げますと。それで本題に戻って、こうね私がこの1という数字を ここにまあ植えられたというか、何か私に今までなかったエネルギーが、まあこれ神の許可によってね、1という数字が埋められた。またね、この啓示に関して、今はちょっと私、これ理解できていないので、また来週の10月21日、岩でライブするので、またみんなでね、一緒に、まあ、もう三人よれば文字の知恵で、この一が私の眉間に入ってきたっていうのを一緒に考えてほしいんですけれども、私にこれ入ってきた今わかることは、こういうね私みたいな霊能者にこの数字を眉間に与えた、そうする必要がこの社会この世、まあ、地球全体で何かこう起きていくんだと。でも私たち神の子はね、こんな言い方したらねちょっとあれなんですけれども、私にこの数字の1を与えた眉間にっていうことによって人類は勝ち抜いていくのではないかと、なんかねそういうシュールな、まあ、バッチリ見合っちゃいましたからね0時50分に、まあ、後々私がこういう啓示が何かこうあった、もうこれが後々分かっていくかと思います。こういうことじゃないのなんてあったらコメントに入れてください。本当に皆様のねいいねとかコメント本当に何より励みになりますので、恥ずかしがらないで入れていただけたら嬉しいです。それでは今日もね聖句を読ませていただきます。ヨハネの福音書 8-12、イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、ね、このねサタンたちはなぜ私たちを怖がるか怖がらせるかというと、私たちが光にならないように命の光を放棄するように、そのために怖がらせます。でもね私たちには勝利が約束されているので、元気にいきましょう。今日ねすごいこう嬉しいことがあって、いつもね主人がなんかいろいろとねこうお世話になっているライブとかねコンサートみたいなのをこうができる、すごいね素敵なこうお店があるんですけども、私ねコロナの真っ最中もねいろんなお店がやっぱり潰れてはならないので、
もうお客さんやっぱりみんな一人も来なくてもあるこうお店を開けてなくてはならないっていう時があったんですね。あ、皆様もまだ覚えていらっしゃると思いますが、その時私はもうコツコツと音楽していく上でお世話になってるお店をこう定期的にこうねこう回って、まあ当然どこに行ってもね私と夫がこう貸し切り状態、まあそういう時も時々ですけれどもコツコツコツ段階回りでね、まあお店を行って、そんなこと言いませんよ、もうただ行ってね冗談いっぱい言って笑ってくる、もうそれもこう回ってたんですね。そしたらあの今日もねあの久しぶりにそこのあるお店に行ったら、そしたらあのオーナーさんがねふとね、あなたがね、まあ、あのまあ要するにねあなたがそういう気持ちでねうちのこと来うちのお店に来てくれたこと、あのもう十分そういうあなたのね優しい思いが十分伝わっていた、感謝してるよみたいなことを今日ぼそっとねおっしゃってくださって、いやあのまあ要するにね、まあ、ありがとうって言われて、あつ伝わもう私とかさりげなく言ってたんですけれども、あちゃんと伝わってるよって言われてすごいね嬉しかった。やっぱりね人ってね人と人の間にねやっぱ幸せ、まあ、人間って書きますもんね人の間って、本当にねありがとうっていう気持ちはみんなを幸せにするんだなっていうね、ちょっとね今日は幸せな体験をしたのでね、あのこのね今朝の10月8日のあの今日ねお誕生日の皆さん、あのあなたのねお誕生日の日に私がねあの霊能者として私がね眉間に神様が1という数字をまあ植え込んだというかね、まあ、あの神様のチップみたいなもんですね、がいいチップね、この1光り輝く1っていうのは眉間にまあ職なんて言うんだろうされたっていうね、なんか今日私自身も新しい人にまたねなったのではないかという、私にとっても今日10月8日2024年10月8日は私にとっても忘れられない、またこうね一人のこう霊能者をねバージョンアップさせる必要がこの社会でこれから大きくねなんか揺さぶること、揺さぶられるんだっていう、まあすでにねあのタイとかいろんなところでも洪水とかねすごいですし、もう世界規模ですよね、ここアジアだからとか西洋だからとかね、もうすでにねインドだからとかいろいろではなくね、もうすでにねワンワールドがもうほぼ 99% もう世界全ての国が今もう乗っ取られていますから、これに私たちが神の子のがどう勝ち抜いていくかっていうの、神様も多分ワクワクしながら見てくださってる、見守ってくださっているかと思います。じゃあそれでは今日はこの辺でまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、光あれー。